はい、はい、ママこぞうです。はい、今回は前回ちょっといろんな意味で大好評だったちょっとね、アイカツのカードの紹介のパート2っていうか増えたんで、あれから、あ、はい、じゃあ紹介していこうと思います。前回のね、アイカツのカード紹介、今までで、まあ、大体900くらい、800じゃないな、900くらいの視聴回数でした。はい、多いです。はい、いいです。多い方がいいんです。なぜかって、うん。いや、なんでもないです。はい、じゃあ、まあ、まずは、こっちは後で。とりあえずこっちですね。はい。こっちはまあ、プロモカードとか、使ってないノーマルとかですね。特に紹介するまでもありません。はい。もうこんな感じですね。はい。紹介するほどでもないほど使ってないやつです。じゃあ、こっちが本番ですね。本番というか本題です。はい。IC カード。うん。いいよね。これも前回やった。前回やった。はい。増えました。はい。キャンペーンです。前回やった。やったっけ？わかんない。わかんないんで。はい。はい、プレミアムです。多分やった。やったかな？これやったよ。やった。どっちだっけ？はい。まあいいや。はい。うん、いいよ。はい、いいよ。はい、キャンペーンです。はい、いいよ、もうはい。はい、まあ。特にね、キャンペーンが1、2、キャンペーン2、レア1、レア1、プロも1ね。プレミアムが2、キャンペーン2、レア3ってくらいですかね。うん、はい。特にもうこれ以上ネタないんで、以上です。それでは、ご視聴ありがとうございました。いや、ちょっと、ここで裏話と行きましょうか。まあね、雑談？裏話とか。今回も、ちょっと、視聴回数が多い方がいいかな。前回のは良かったよ。ふふ。この動画でも、批判っていうか、批判っていうのあれ。いや、批判なんかじゃない。あれは応援してくれる皆さんのコメント。はい。うん、まあ、叩くなら叩けばって言っとこうか。いや、うん。まあ、マゾとかじゃないけど。うん、俺叩かれれば叩かれるほど飯食っていけるしさ。ちょっと寒い。うん。寒かった。なんで窓開いてんだよ。はい。IC カードね。特にあれですが。はい。うん。コメントしてね。チャンネル登録してね。できればコメントの方で。はい。それでは、さよなら。バイバイ。